皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況、今日もやっていきたいと思います。今回最初にお届けするコースはマー君さん、壊れた氷はどの形、破片をもとに推理せよクイズ、ベストクリア48秒、クリア率 18% のコースですね。まあ IQ180 の天才と言われた私なら、じっちゃんの名にかけて一発でクリアしてあげましょう。え？ごめんなさい、 IQ180 なんてもちろん嘘です。今のどういうことだったのかわからないんだけど、氷がどういう風に並んでいたのかか。あ、あ、当たってる。今のね、なんとなくですよ。今度は横5マス。4つあったね。破片は4つあった。多分これ。どうだい、真実はいつも1つなんだよ。3つだと思うんだけど、あー、この中だったら、一番こっち。やったねー。3つっていうのは外れてたけど、4つあって階段状っぽく見えた。これだね。ちくしょうめー。さて戻ってきました。やっぱりね、階段状になってたように見えたんだけど、この真ん中の1個があったんだね。その真ん中の1個が分からなかったわ。下の方で4つぐらいあったように見えた。そしたらこれだな。真ん中の1個がやっぱりわからないな、さっきから。難しい。万字マークっぽく見えた。これ、真ん中があるかないかか。こっちではないと思う。一番右ってことはないと思う。左！ピンポーン！なぜスタッフィーなのかわからないけれども、とりあえずゴール。スタッフィーってそういうゲームだったのかな。オーケー、完璧でしたね。下にも土管があったっていうことは、なんだろう、裏ルートか何かあったのかな。壊れた氷はどの形、破片をもとに推理せよ、真実はいつも一つ。お次はこちらのコースです。鳥兵器さん、トゲトゲ飛行船、クリア率は 7%、 ベストクリアタイム1分17秒。こちらのコース挑戦していきたいと思います。できれば一発クリア目指したいね。 7% 超えだったらね。強制スクロールから一発クリアはなくなりました。早いかな。トゲがキラー砲台からいっぱい出てきて、宿場の中から穴に落ちていくと。いいね。これを持っていればぶつけて楽できるかなとか思ったけど、逆に危なそうだからやっぱりやめておこう。よっしゃー。あの空飛んでるやつはトゲを斜めに落としてくるから結構厄介なんですよね。こういう感じで。オッケー、こいつ倒せないかな。倒せた。マントオマリオってやっぱり強いですね。扱いは難しいんだけど。あ、しまった、何やってるんだ。メット取られちゃったじゃないかい。完全に今自分のミスだからな。文句のぶつけどころがなくてしょうがない。この4つ飛んでる針っていうのはマントで撃墜はできるんでしょうかね。できるのかどうか試せなかった。どこまで下手くそなの。これもまたマントかな。マントがいっぱい補充があるからクリア率高いのかな。あ、倒せた、マントで。ここはきついから、そういう時にはやっぱりゴリゴリ剣士ゴリ、ここ抜けるの難しいですね。ゴリゴリっと。よっしゃ、下手くそか。あ、こんなところにフィードがあるんですけど。あそこのハテナブロック取りに行きたいな。だけど怖くていけないな。よいしょ。トゲゾウの上に乗ってるパタトゲゾウも跳ね出して、跳ねじゃないや、
なんだっけ、トゲトゲ出してくるんですね。さて、ここの土管の中身は、なんだ、ここに来ていきなり中ボス戦か、それともラスボス戦か。7光だけだったら楽勝なんですけど、そこにガリガリが加わることに、ガリガリじゃないんだって、トゲ像が加わることによって一気に難易度が上がってきますね。あ、よくなった、この野郎。そしたらゴールかな。ゴールだよね、ゴールだと言ってくれ。3、2、1、くれ。完璧でございました。さっき土管に入らないで下の方に行ってたら何があったのか気になりましたね。そうすると別のルートだったのかな、それともやられちゃうだけだったのか。トゲトゲ飛行船鳥兵器さんのコースありがとうございます。それでは次のコース遊んでいきましょう。それでは今日のラストのコースはこちらを遊んで終わりにしたいと思います。カイトベータさん、ロードメーカールイーン、クリア率 9.92% ですね。ベストクリアタイム50秒、いいねランキング難しいの国内1位のコースになっています。楽しみです。何かに乗るんだよね多分ね。違う、おい、びっくりした。普通のメットが出てきてその上に乗るのかと思っちゃった。透明ブロックさんをどんどん出していってくれるんだね、ありがとう。そうか、ロードメーカーだからロードを作ってくれるんだよね。ダンダンルーはいいけど落ちちゃった。ダンダンルー、オーケー、面白い。次はどんな仕掛けが持っている、パタメット、オーケー、ここも難なく突破。ていうか一回もやられないで突破できたの初めてかな。ファウブロック、まあこれはテレサにだけ気をつけていればいいのかな。次、週刊やったね。この上の氷ブロック一つが気になるけど、一体あれは何を表しているのか。テレサが追っかけてくる、その前に作ってくださる道を使って逃げていかないと。ランランルー、今花ちゃん見損なったかな。このランランルーっていうのがすごい気持ちいいですね。めちゃくちゃ小気味いい感じ。ラン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 ルー、ほいほい、ルー、オーケー、これでゴール。いやー、めちゃくちゃ面白いコースだった。どうしよう、結構早く終わっちゃったな。もう1コースぐらい遊んでみようかな。ロードメーカールイーン、カイトベータさんのコースでした、ありがとうございます。お待たせいたしました、今日のラストのコースはこちら。今度こそラスト、スプラトゥーン2、谷もなかジャンボさん、クリア率 9.25%、 ベストクリアタイム持ってるのがフェイトさんですね。1分10秒でクリアしていらっしゃるようです。できればこのタイム更新していきたいですね。頑張ろう。まずはアミーボをいただいてからこっちに進んでいくんだと思うんだけど、このメットは被れるよね。メット被って進んでいこう。あ、違う、や、アミーボだから被れないか。危ない危ない、クリボーさん解放しちゃうだけじゃん。あれ違うのか、こいつらのどいつかが鍵を持っていて、メットを使うとさっさとクリボーを倒せるっていうことだったのかな。まあいいか、進んでいこう。めってめってばーって、今のすごくないですか、くぐりの。あ、当たっちゃった。スプラトゥーンコースなのにさ、もうすでにスプラトゥーンじゃないんだけど、どういうこと。あ、左側のキラー砲台も気になるな。これまたアミーボ補充だよね。それはいいんだけど、今上飛んでるキラー砲台は使えないよね。そしてもうダメージ食らって、さっさとキラマリオじゃなくなってしまったんだけど、ここは落ちて大丈夫。ゆっくりゆっくりゆっくり、あ、でもゆっくり言ってたらベストクリアタイム取れないな。なんともこのもどかしい感じが好きです。ジャグ、ん？なんて書いてあるんだろう、読めない、スプラトゥーン用語なのかな。落ちていったら
爆発する、爆発する、怖いよ。はい、ここにお邪魔したら、あーミーボー、3、2、1、きれい。左側のはピストルというか銃というかそういう形になってるんだね。スプラトゥーン実は遊んだことがないんですけれども、なんか銃を使って自分の色を広げていくのかな、それとも敵を倒せばいいのかな。スプラトゥーン2、パニモナカジャンボさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバイ。